金武は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では167番目に置かれる。銅、金字は金属一般の総称であるが、青銅器時代である先進時代においては特に銅を指した。漢代の四季平準書に価値を持った金属について、金に三等あり、黄金を上となし、白金を中となし、 赤金をしたとなすという記述があるが、広大、この最高の価値を持った金属である、黄金すなわち金だけを指すようになった。また引き伸ばして、財貨貨幣を指す。さらに、金属製品を指すことがあり、とりわけ武器や楽器を意味する。また五行の一つであり、製法、秋、白色などを司る。次元については、説問開示は、威夫の、度と小夫の、 今を組み合わせた形成文字で途中から算出されるので、度に従うとする。しかし、金文を見ると、前に左か、右に縦に二つの点が置かれた形であり、この二点が精錬された、同回を表していると考えられている。変貌の意図としては金属に関わることを示す。金を変貌に持つ漢字の多くは名詞であり、 金属の種類、金属の鋭さを利用した工具や武器、金属製の生活用品、金属製楽器といったものの名称を表す漢字に使われている。この時左の辺の位置に置かれて左右構造を作ったり、下の足の位置に置かれて上下構造を作ったりする。辺の時は、のように最後の画が,が跳ねる形に変形する。ただし、中国の艦隊字の場合は簡略化され、となる。 なお、現代中国語では元素にはすべて漢字一字の名前が付けられており、そのうち金属元素には金を構成要素に持つ漢字が当てられている。は除く。金部はこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収めている。金30。ありがとうございます。